おっす、グジュです。はい。まあ、だいぶ追い込みも終わりましたね。もう試合まであと10日なんですけど。そうだね。この間までバチバチやってたもんね。もうちょっと調整みたいな。だいぶ大きいっすわ。ね、今日違うもんね。はい、もうめっちゃ大きいっすよ。でさ、はい、ちょっと少し余裕があるじゃん。今日は。そうですね。いつもと違って。はい、カーフキック去年流行ったじゃん。年末から今年まで、はいはいはい、で、はい、佐藤シェこれから来るじゃん。来ます。なんかめっちゃ悪いかもしれない。はいはい、来ますね。来るじゃない。はい、佐藤シェにカーフキックって、はい、蹴ったらどんだけ耐えれんのっていう。自分今日試合前なんでサポーター持ってきてないんですよ。大丈夫。いつもね試合1週間半とか2週間前からもうサポーターなしでちょっと感覚つかむみたいな感じで、うん、もう組めてやってるんですよ。うんうん、だから。その時はいつも佐藤くんとかに相手してもらってちょっとは佐藤くんも痛いと思うんですけど、うん、自分すごくそう蹴りの感覚とか、うん、打ってる場所とかすごい気にしてるんで、うん、拳がちゃんと当たってるのか、うんうんうん、すねでちゃんと当たってるのか気にしてるんで、うんうん、結構その素足でやるって重要なんですよ、うんうん、そこでのカーブそこでちょっと絶対痛いやん余裕があるんだったらちょっとやってみようかなぜひぜひ何発で耐えれるか佐藤J は何発で沈むのかみたいなあ意外とちょっと耐えてきそう意外とでも自分カーフキック別にそんな普段使わないんですよ、うん、蹴っても1発とか2発とかなるほど試合中バン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 蹴ることないんですよそしたらあれおかしいぞと多分気づくと思いますわ OK ですなんでちょっとカーフキックたくさん蹴っていきましょうか、まあ、でも空手家なんで、うん、結構耐えると思いますよなるほどね、うん、じゃあそんな1発2発で沈むってことはないないと思う、okay、いやそのこっちも強く蹴れないしね距離的な問題で、ね、踏み込んで蹴れないからあだってあれ遠い距離で蹴るキックだもんねそうそうそう空手だと近距離だもんねかなり近距離になるんで、うん、むずいかなってなるんですけどでもちなみに予想は予想は5発5発で佐藤 J は沈むと沈J でね沈 J させるか行きましょうよしお願いしますマジこれ。いや無理です。無理ですこれは。きついさすがに。痛いマジでもう。はい。もう最後にします。最後にします。最後にします。いくお前でやるね。ちょっと成功してください。うっせえって言った。いや押してるんだ。
カウンターしたら。超痛いっすわ。そしてなんで足左足上がってんの？てかなんでカフキックやねんほんま。何それ何それ。あの、まあ、僕試合前ということで、はい、今回の試合ちょっとカフキック使っていこうかなというっていうのもありますし、一個ね思いついちゃったんですよ企画。企画ですか？企画言ってもらっていいですか？佐藤 J はカーフキック何発目で沈むのか。佐藤すいません、これドッキリですか？ドッキリもクソもドッキリも仕掛けてないから。ただ単に組み手やって倒れただけ。どうすかカーフキックやっぱ痛いですか？痛いっし、サポーターついても痛いっす。痛いっす。っていうか僕まずこっち来ると思ってなかったし、こっちはあるかなって思ってたけど、こっちって何って本当もう途中でもうほんまみたいな感じでしたもん。左ね、怒ってるんですか？怒っちゃい興味ないっすよ。怒ってるんですかの、ね、切れてないですよ。どういうこと？サトジェもう足壊れちゃったんで。どうすか、僕試合でカーフキック使った方がいいですか？いや使った方がいいと思います。勝てます？勝てます、はい、どっちも使いましょう。はい、わかりました。結果サトジェ6、7J ぐらいで倒れた。カーフキック空手でも使える。使える、近い距離でも使える。使える。おっす、おっす。